北アイルランドの地方行政区画は地方行政の執行を目的に北アイルランドを11の行政区に分割している。北アイルランドでは行政区の権限はイギリスの他の地域とは異なっており、例えば教育、道路建設、住宅供給の責任は負っていない。行政区の機能には廃棄物、リサイクル処理、レジャーやコミュニティ活動サービス、 建築物の規制、地元の経済や文化の振興などが含まれている。都市計画の権限はないが、計画の内容によっては、意見を求められることもある。財産税の一種であるレートの徴収は、土地不動産サービス局によって行われている。11の行政区それぞれの行政、議会組織は、ディストリクトカウンシル、バラカウンシル、シティカウンシル、シティアンドディストリクトカウンシルと、 様々な名称が付けられている。26行政区による新しい制度は1970年6月に発表されたマクロリー報告書の提案を受けたものであったがこの報告は数密院北アイルランド執行委員会が北アイルランド地方の統治機構として存続することを前提としていた。百二十一年から百七十三年まで北アイルランドには 6つの行政カウンティと2つのカウンティバラが置かれていた。カウンティとカウンティバラはその後も儀礼的な名誉職である党官や県長官の任命の単位としては存続している。現行の制度は農村地区が廃止されており、アイルランド共和国の地方行政区画に準じたものとなっている。各行政区の議会議員は任期4年で、 短期以上式投票により選出される。最近では2011年5月に選挙が行われており、次回は2015年5月に選挙が行われる。市議会議員に立候補するための条件は次の通りである。以上に加え、次のいずれかの要件を満たさなければならない。2011年5月5日に実施された直近の選挙結果は以下の通りであった。行政区は、 様々な目的によって数区をまとめて結合させることがある。現在、北アイルランドには5つの教育図書館委員会がある。行政改革の一環として、この委員会の図書館に関する機能は新たに設置された北アイルランド図書館庁へ2009年4月に移譲された。教育、職能関係の機能は単一の組織である教育、 食農庁へ2010年1月に集約される予定であったが、その実施は延期されている。委員会の名称と所属する行政区は次の通りである。北アイルランドには、以前は4つの健康社会サービス委員会があったが、2009年4月に単一の健康社会福祉委員会に統合された。かつての委員会の名称と所属していた行政区は次の通りである。 欧州連合によるユーロスタット地域統計分類単位において北アイルランドはレベル3で5つに区分されている。2002年6月北アイルランド政府は公共サービスの説明責任、改善、手続き、提供方法などを検討する行政点検を行った。その結果提言された内容には行政区の統合による数の削減が含まれていた。2005年 北アイルランド大臣、ピーター・ヘインは、行政区を7区に削減する提案を表明した。新設される7行政区の協会と名称は2007年3月に公表された。2008年3月、再建された北アイルランド政府は、当初案の7区ではなく、11区を新設する案に合意した。この新区に基づいた最初の選挙は、2011年5月に実施される予定であった。 ところが、2010年5月に北アイルランド政府内に協会をめぐる意見の対立が生じ、この改革は2015年まで棚上げとなった。2010年6月提案されていた改革案は北アイルランド政府内における合意形成の不調を理由に取り下げられた。しかし、2012年3月12日に発表された北アイルランド政府の統治計画には、 行政区の数を11区まで削減することに取り組みことが改めて盛り込まれた。ありがとうございます。